えー、今日はカペラステークスにしますね。G1 もあかんので、はい。ダートのカアアトレーはダートでということで、えー。チャンピオンズカップ散々やったんでね。えー、とね、えー、サウンドトゥルですか。大、え、野、ー、くんがうめかどる。うちロスなく回ってきて最後差し切り。斜め走ってきてね。うまかったですね。でね、もう一頭ね。四、えー、4着の馬ね。えー、黒三角押さえてたんですけど、 須ラ君ね、外回して4着。あんだけマスター感は残ってないけどね。まあ、どっちにしてもね、ここ、本命対抗来てないんで、まあ、ダメなんですけど。はい、ということで、えー、っと、まあ、アスカンロマン来てたから、それだけ、まあ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 、よかったんちゃいますってことでね。はい、えー、ほんまに G1、やめますはい、カペラステイクス。はい、えー、先行押し切り。まあ、ダートやったらみんな一緒やね。特に中山はね、スタートした瞬間にくだいたいだからね。これ、余裕でありますね。 でまあ早くなることによってえっ、ー、と昇級戦になってきたらだいたい後ろから決まる感じが多いんで、えー、早くなることになりますねまあ多分早いですね中山やったらねはいえー、カティは少ないってことで馬券的にはやっぱり、えー、最近荒れてますねまあ去年は足抜きよかったの特に差し切り決まったんですけどまあたい123で決まることはね321もないねだいたい735とかね全全全とかね全12とかそんなばかりですね はいえー、今回ちょっと、えー、いつもね、隠した住所は、えー、っとね、人気、結局人気でこうってね、そこを分厚く貼って、開始率いいですよ、言うてるんですけど、今回ちょっと勝負しますね。最近ちょっと思んない予想してるんで。はい、えー、16とですね。はい、えーっと、まあコーリンベリーとかノーバーカラーとか強いやついますけど、えー、本命ですか、北さん三日月、はい、中山専門機、7、4、2、2ですわ、中山ダート1200。 きましたねこれねまあただこの格上の勝負さらに年齢の衰えが見えてるって話なんで絶頂期過ぎてるらしいんですけどまあこれラストチャンスと思ってねここちょっと狙いますね人間もまあまあ出てましたねはい最高マケベティ、えー、今回のポイント、えー、もうどうしようかで絞りました、えー、今回中山1200実績オープン1600万実績ある馬にしましたマケベティね、はい、成績ありますはい、えー、3番手5イングバこいつまあ1走だけ走ってたんですけどまあ一応 2着来てるんですか、ねはい、まあこの3頭ぐらいですか。まああと中山で実績ある言うたらカジキぐらいですか。でもカジキは重ばばやもの中山じゃないと来ない。基本足抜きバボじゃないと苦しいということで今回ちょっと、えー、軸から外しました。でまあこれはもう強いんですけど、えー、中山ダート戦2発って実績あるまあほほとんどいません。えーダート戦でタルタン。 もう人気出てるんですけどこれ東京専門機ね、覚えておいてください。これ、えー、タピット系3区、タピット3区ね、ピンディ系、これ東京専門機。まあ今回来たら知らないけど、あの人気では買いません、僕は。はい。えー、あとはまあまあ、グレープブランデーとかおるんですけど、まあ、ここら辺、で、初ダートの子もおるんで、まあこんなん買うんやったら、まあ中山ね、うちの庭屋で言うてるさんとで行きます。 はい。えー、相手では一応押さえます。相手ではまあ強いやつは押さえておきます。で、西毛毛布、前だったんですけどね。えー、もうちょっと格上しようかなって、前だったんですけど、ちょっと間隔を空けすぎたかなってことで。結構中一周、中二周で、えー、惨敗したままここ来るケース結構多いんで、まあ、この3頭中山専門機ってことでいきますね。えー、ただからね、マキャビティね、昨日吉田君がね、落馬してね、誰乗るんかなって思ったらね、まさかの、また積もったね、これ。 なんでつむらないんやと思ってね。お前選手4着やらかしたんちゃうんかと思ってね。また怒るわ、これ。で、またね、これね、ゴーイングパーオーノク乗ってるんですね。ってことで、再び2人の運試し。まあ、今回の馬はね、そこまで人気出ない馬なんで、思い切った勝負するんか、それとももう馬がダメですって、僕今日ダメですってね、10番手以下で遊んどくんか、まあどっちかですわ。はい。 えー、で、本命のブッシュザー君、ブッシーもどうやねんってことなんですけど、まあ、今回、あれですね、デムちゃんも豊さんも結構有名な騎手おらんね。浜中、福永も落馬と、えー、騎乗停止ですか。ってことでね、えー、有名に強い、まあ、強いって騎手って言ったら何まあ、ノーバーからもウチパック、でもウチパックでしょうウチパックそんなパックする替えたらそのパックするやんね。で、グレープブランドヨシトミさん、ヨシトミさんもずっと買ってる替えたらそこまで買ってないよね。あと、んで丸田君でしょこれ。 ほんで、ここら辺とかもほとんどなんかもう寄せ集めの機種来たね。で、シンブルーズアイも初ダートで石橋区に入れても多分厳しいでしょって言ったらもうおらんのですよね。まあ、強いてるならやっぱここに横乗りぐらいですかね他いないんですよね。ということで、チャンスあるんちゃうかと思ってね。ブッシーでもね。はい。ということで、カブラステークス10万円の行方ってことで、えー、っと、3等のワイドボックス。まあこれ、オッズ結構。 えー6番、8番、9番人気ぐらいあるから結構つくね。で、ボックスはもう全、え、印つけたら9等で買います。はい。タールタン抜いてますけど、まあそこだけちょっと引っかかりかな。まあでも東京専門機で死にたいんで、ここはもうちょっと休憩しますね。タールタンをね。で、フォーメーションはこの3等からこう流そうと思ったんですけど、えっ、ー、と多分1着厳しいかな。結構3着ってのが多いんで、こういうのね、紐でね。ってことでもう9等、9等、3等できますね。 で、3連単、1保険でカティオバ券で、えっ、ー、と、人気3等の中で、え、西もの方が、まあ、僕的にはいいと思うんで、こっからの3連単。えー、312か321ね。321来た営業えぐらいからね、これね。で、まあ、えー、1用0円かける2点。まあ、これ正直10万円になるための帳尻合わせです。まあ、これでも10万円ぐらい返ってくるんで、まあ、美味しいんちゃいますはい。ということで、えー、まあ、今回ね、いつも隠した住所は、さっきも言った通り、人気通り、人気通りの中でも、ね、 ここってオススメまで買うんですけどまあね堅く予想してもおもんないなってことでまあ今回はまあでも今回はその穴狙おうって言ったことじゃなくてもう中山専門機っていうちゃんと課題があるんでねポイントがねまあそれでまあ、やらかしてもしゃあないんちゃいますかってことで腹くくって勝負しましたねここねはいということで、えー はい、えー、一応70%切りとどまりました。チャンピオンズゼロはい、はい、いつも通り。はい、G17 連敗。現実馬券はちょろっと回収してますけど、G1 ほんまに、変わんといたらもっとんやけどね、現実馬券もね。えー、まあ、ここね、えー、まあ、カペラか。まあ、それまでほんま勝手いいような馬券ずっと凍ってたんで、まあここを当たったらちょっとね、ほんまに G 追加で、 押してみたいですね、はいまあ、ここ負けたらまあまた考えますわ。ここ別に前哨戦とかちゃうんでねこういうレース結構難しいって話なんでやっぱりね去年昨日のチャレンジカップもやっぱ荒れたんでねあれもやっぱりそこ叩いてっていうレースないんでやっぱあそこで仕上げてくる馬とか結構難しいんですよねやっぱ読みがね。はいということでえー、っとまあ本命は一応北さん三日月ってことでまあ一応大野昌司さんとこですか北さんブラックに続いて続いてたらおかしいですけど。 まあ重症挑戦ってことでまあねこの馬にかけてみたいと思いますね多分来年年齢の衰えとか言うてやったら多分来年もう厳しいんかな長てね条件もあんまりやっぱ動いてなかったみたいなんでまあまあ勝ったらね祭り歌ってくれるでしょう無理やねはいということでえー、以上で終わりますね 下田たもさんレース始まったやんか、これ。じゃ